シャワー素敵情報番組配信中。とっておきの話やここだけの話、知ってほしい情報が盛りだくさん。チームクリスタルからのギフトは、誰かのために AAO 下町スピリット。第1第3は BB プロジェクトのチャレンジが熱くて面白い。第2はキラキラ隊長ナウのおしゃれライフ番組。第4週目はビズクラブがビジネスの新たな応援サポートをナビしてくれます。見逃さないで、見て聞いて参加できるラジオがここにある。誰にでもある、初めの一歩はクリスタルにお任せください。あっちってこっちってあっちってこっちって、ね、すごいですね。昨日の嵐すごかったね。わかった、もうあんな風吹く、あのね、関西あちらの西の方の方々も大変でした ね本当に。家揺れたよ、ね、こちらでもね。いや、ずれちゃったらどうしようとか思った。あの結構交通機関も止まったりして、ね、帰りのラッシュが大変で、さっきもあのメンバーに話聞いたら3時間以上かかったって。とりあえず今日ってなんか製造確認って感じよね。そうそう、どうだったんだ、ね、3時間かかったとか。そうね、大変なこっちゃ。私から右手、あなたから左手をご覧遊ばせ。はい。なんとかガールみたい。真っ赤なものが可愛いですね。ポスター素敵。モリにありがとう。ちっちゃい声で今なんか言いましたね。みんなの力が合わさって、はい、こんな大きなできました。クリスタルのチャリティーフェスティバルのね、はい、はい、ポスターでございます。今日って何日？9月5日ですね。もう1ヶ月切ったってことですね。はい、そうですね。10月の4日、うん、チャリティーファスでございますよ。未来につなぐハートバトンリレー、はい、よろしくどうぞ。で、皆さんここに参加してくださる場合は、はい、1時からこうね、22時ぐらいまでやっておりますが、なんだかんだつっちゃ小銭を欲しがりますので。そうですね、今のうちに500円玉貯金をしといて。大きい小銭のね、500円玉が好きです。持ってきていただけると嬉しいございます。はい、どこに行っても貯金箱じゃない、いや募金箱があるっていうね。そう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 。ちょっとって言ったらくつろげないっていう。大変な仕掛けが ね、 そうですね、ございますよね。まあいいじゃないですか、たまには、うん、そんなしょっちゅうやらないから。そうですよ、ね、うん、その気でよし全力でするぞって、そうそうそう、来ていただければ。そうですね、出したくないわって言って来られると嫌だろうけど、やるぞって気でいればさ、分かった分かったってできるでしょ。そうですね、後ですごくお礼言うから私。今はだってワンコのたちのためにね、はい、ね、保護犬がゼロになるまで、ただいま絶賛ムービーもね、はい、撮ってますね、はい、楽しみでございますね。息継ぎできない、もうなんかあっちへこっちへ出張ってて。そうだよね。そうそうそう、あちこちに出没してるよね。すごい。でもね、なんかその今回やらせていただくことを通じて、うん、やっぱり感じることだったり、皆さんにこう伝えていきたいと思うことがまた新たになって。そうそうそう、うん、だからやっぱり何か行動することがね、そうですね、何かを知ることになって、知ることは変わることの第一歩だからね、はい、お届けしますよ当日も。そう、大丈夫よ、みんな心配しないで。クリスタル の、 うん、こうは言ってもね、できることで参加してくださればいいので、自分のできること、はい、持っていることで参加してください、はい、では今日も盛りだくさんですのでね、はい、あんまり喋ってると怒られるので、え、始めましょうかね。お願いします。はい、時代は進化中だから、ラジオだけど目が離せないクリスタル、考えるだけでなく一緒に感じてほしい。楽しみ方はいろいろ、リアルタイムならインターネットからユーストリームで映像も楽しめます。スタジオ前は特等席、みんなで作るラジオの始まりですよ。それではコンシェルジュさんのコーナーでございます。スタートしてまいりましょう。はい、資金繰り事業再生の専門家、道家健一です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、うん、会社経営の見えない落とし穴ということで、はい、ちょっとお話をさせていただきたいなと
思います。ドキドキする、はい、やっぱり当社にご相談に来られる方々からですねよく聞く話なんですけれども、まあ、売上さえ上がってれば会社は潰れないはずですよと、うん、まあ、ただそれがうまくいかないからちょっと困ってるんだっていうようなですね話をよく伺うんですよ、うん、これ道田さんちなみにそのこの話どう思われますか。なんかすごく普通の話に聞こえるけどね。まあ確かにそうですよ ね売上さえ上がってれば売ってりゃいいんだろうみたいなね結構会社員時代そのこと言ってた気もする、まあまあ、やっぱりそういう傾向の会社って結構多いんじゃないかなと。あ、まあ、利益上がってればっていうのでも、まあ、同じことなんじゃないかなと思うんですけど。そうね、まあ、でも売上が上がってても利益が上がってても、うん、それでもやっぱり潰れる会社があるわけですよ。なんでなの。そう、これなんでなんだろうっていうことなんですけれども、うんうんうん、これってやっぱりその会社経営のですねこうお金にまつわるこう原理原則みたいなものを知らないからじゃないのかなっていうふうに思うんですね、うん、なんだ。まあ、それは何の原則かというと、うん、はい、売上が増えれば増えるほど、うん、お金は減っていくんだということですね。びっくりして、ちょっとにわかにびっくりしてもいい、はい、どういうこと。そうですね、これは例をですね、はい、出してお話しした方が分かりやすいかなと思うんですけれど、うん、はい、例えばまあ飲食店、まあ、これ売上をどんどん上げていこうと思えば、うん、やっぱり出店をどんどんしていくことになると思うんですよね。そうすると、うん、場所を借りるのに敷金礼金かかります、うんうん、まあ、もちろん設備内装外装、まあ、それから重機備品だとかって言ってかかるお金がありますよね、うん、で人を採用します、教育します。で売上が上がる前に人も揃ってなきゃいけませんから人件費も発生してます、うん、集客にコストもかかりますと、って言ってどん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 お店を増やせばそういう費用がどんどん増えていくっていうことなんですよね。さ、売上ってさ上がって本当はなんぼなんだけど上がる予定でみんな動くからね、はい、そうなんですよ、ね、そこですね。で、うん、これ違う業種で考えても、はい、また言えることがあって、うん、やっぱり掛け売りでやる商売っていうのが多いと思うんですけれど、掛け売りで売るだけど払いの方はもっと早くやらなきゃいけないと、うん、まあ、そうすると入金と出金の間にギャップが出ますよね、うん、でこれも売上が大きくなればなるほどやっぱそのギャップは大きくなるし、まあ、例えば在庫でそれを考えたとしても売上が大きくなればなるほど在庫いっぱい持ってなきゃいけないみたいな、うん、そうね、まあ、ことがやっぱり起こるわけなんですよね。なるほどね、うん、でここでですね、うん、会社経営にはこう見えない落とし穴ありますと、うん、まあ、いう話をしたんですけど、それって何かっていうとやっぱり売上を増やそうと思えば思うほど、うん、まあ、それからそのスピードを速くしようと思えば思うほどやっぱりこう入金と、うん、それから出ていく支出の方のですね出金の方のギャップが大きくなるんで、うん、資金繰りがどんどん苦しくなるんだっていうことですね。なるほどね。でこれをちゃんとやっぱり把握をしてないと、うん、やっぱり事業は結構うまくいってるのにいつもお金がなんかないんですとかキャッシュフロー、そうですね、あ、資金繰りが、うん、苦しいんですよねとか。なるほどね。でそれがさらにうまくいかなくなっちゃうと、うん、それこそ会社がダメになってしまう、倒産してしまうみたいなですね、うん、まあ、ことがやっぱり起こるということですよね。なんかさ、そういうことをしていいよっていうタイミングとか、はい、その会社さんなりのこのぐらい売り上げがあったらこのぐらいまで使っていいよみたいなルールって普通決まってないの、会社で。まあ、会社によってやっぱりいろいろ違うので、うん、一概には言えないんですけど、やっぱりそれを明確に見えるようにするための方法っていうのはありますよね。そうだよね。でそういうことをきちんと理解しながらやらないといけないんですけど、うん、まあ、その原則的なことも理解せず、うん、さらにですね、うん、非常に強気な意思決定をしてしまうことによって苦しんでる会社を、まあ、私はすごくよく見るわけですよ。やばい、それ私が社長だったらそうかもね。前のめり気味にそうですね、やっぱり売上の実績が必要だって言ってですね、支払いはすごく悪いけどこの会社にバンバン売ろうとかって言って売上を増やすと、うん、でもそうするとなかなかお金入ってこないじゃないですか。どんどんお金減っていくわけですよ、ね、売上上がってんのにお金ないよと。まあまあちょっと待って待ってっていう人が必要だね。いや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 、そうです ね、まあ仕入れもそうですよ、うん、バーンと早くこうまとめて仕入れた方が安いからって言って大量仕入れするとまあでもね、そんなうまく予定通りいきますかっていうのはなんかさ、上司から怒られてるみたいそんなこと言われた記憶もかすかにある。なるほどですね。さ、営業畑の人ってイケイケだからさ、はい、いやそうなんですよ、今だから今だから買ってよとかさ、仕入れしてよとか。いやもう本当絶対的にそう言いたくなっちゃうんだよね。そうなんですよね。でこれやっぱよく考えなきゃいけないのは、うん、こう売り上げを作るこう能力とですね、うん、それからお金をこう残す能力っていうのはやっぱこう別物だということなんですよ
なんかすごく面白い、腑に落ちた。本当にそう で売上を作る能力の高い人が独立しているケースは非常に多いんで、うん、まあ、でもお金をこう残す能力 のない人の方がやっぱり多いですから、うん、ここはしっかりやっぱりちゃんと勉強しなきゃいけないってことですね。やっぱりどうちゃんのところに相談行かないとダメだわ。ね、皆さん今聞いていただいて心当たりがある方はぜひ無料面談相談に行ってくださいませ。あの120分の無料面談相談もやらせていただいておりますので、ご興味ある方は道に家と書いて道家、健康一番の健一、道家健一までお問い合わせください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もうね、道ちゃんの話聞いてると本当になんかもう笑うとこじゃないんだけど思わず笑っちゃうよね。あれ今日私のことかなみたいな。はい、ちゃんと腹にね、あの肝に銘じて頑張りたいと思います。はい、次のコンシェルジュさんです。はい、チームクリスタル A の初心者マーク新次号でございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、まあ、土下さんの話の後にですね、うん、ブレイクタイムということにしましょうかね。ありがとう、はい、休憩。はい、まあ、9月になってきて、まあ、残暑もまだまだありますけども、はい、うん、まあ、間もなくスポーツの秋かなと思いまして、はい、私おすすめしますね、うん、ボクシングというのをちょっとねご紹介しようかなと思ってまして。どうした、そういえば。 ありがとうございます、うん、いい振りを。あの一応ですね、結果を申し上げますと、ね、うん、4月から始めて8月の終わりの時点でマイナス5キロ、64.7 キロから今 59.7 キロ、本当体脂肪率が 14.7% から 12.2% に減ってるんですけど、うん、筋肉は増えてるんですよ。 12%? 今 12.2 まで来ました。驚愕なんだけど、それアスリート並みじゃない、はい、ね、もうちょっと頑張ろうかなって思ってますよ。そうなってくるともう面白くなってくるね。そうなんですよ。でストイックちゃんだからまた、はい、ただね、これねストイックもそうなんですけど、うん、なぜ僕がボクシングをおすすめするかというと、うん、まさに今日さっきね、話していただいた道家さんとか忙しい方っていうのは、うんうん、ぜひ行ってほしいなと思うんですよ。ああ、これ理由がですね、自分自身がやって思ったんですけど、ボクシングってどういう環境か知ってます？ジムはでも一人でできるよね、自分のペースで ね、はい、うん、ただ基本的には3分30秒休憩っていうのがずっとこう繰り返されてるんですけど、うん、まあね、そのペースで1時間動いてたら並の人間なら十分動けますよ。いや意外とできないよね。1時間ねフルで動いてるだけじゃないですか、ね、でそれ以上にやっぱりこう無心になってサンドバッグとかミットを打つっていうことが終わった後に意外と頭がスッキリするんですよ。うん、女の人もいる？これね、女の人もいます。本当、はい、私いつかやってみたい。ぜひですね、あのね、ボクサーサイズとかいろいろあるから、うん、自分に合った環境ってあると思うんですけど、うん、あのいわゆる大手さんのこれからジムに行こうと思っている人っていうのは、うん、これは僕の主観なんですけどね、僕大手さんのいわゆるジムにも行ったことあるんですけど、うん、ああいう環境ってみんながいっぱいいるからいいかなと思ったら、うん、大手になればなるほどこう自分の世界に入っている人ばっかりなんですよ。へ、一人の世界に入って黙々とやっているのが大手さんのジムなので、うん、僕みたいなこうちょっとね初心者みたいな人が行くと、うん、なんかね疎外感があるんですよ。たくさんいるだけにね寂しさ倍増だよね。ものすごくゴリゴリのねこう筋肉隆々の人も女性の人も含めていると、うん、すごくなんかこう心がシュンとするんですけど、うん、まあ、そもそもボクシングはねなかなかやったことないじゃないですかみんな、うん、そうした時に恥ずかしくないんですよね、できなくても。みんなね同じだからね。そっか、ぜひですねちょっとね、まあ、さ行っていただきたいなと思っておりまして、まあ、私の中でおすすめするボクシングジムがですね、はい、墨田区にございます金ヶ淵駅を降りて5分、徒歩5分ぐらいですかね、はい、何線？東武線ですね、はい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 、なんですけども、うん、一力ジムというところで。ん、知ってんな。あ、本当ですか。一力って聞いたことある。一力、もしかしてお酒の名前とかじゃないですか。可能性ある。可能性ありますよ。そうかも。何がいいかっていうとですね、うん、やっぱこうプロボクサーも、まあ、元々チャンピオンベルトを巻いていた近藤昭弘選手を筆頭にプロボクサーがいる環境にいるので、うん、プロの人がやってるところで 見られたりするの？もちろん隣でもやれますし、すごい。やっぱその環境って自分が下手でも、ね、あっちはもう元のプロだからっていう考えでいくと意外と伸びる。環境が人を作るじゃないですけど、そうだね、まあ、元隣でやってるのがプロだからっていう環境で見てるとすごくいいですし、素晴らしいわ。何気にねこうアットホームな環境でもございますので、はいはい、ぜひあの運動不足の方、うん、ボクシングにチャレンジしてみてはいかがかなと思っております、うん、
なんかこうぶちたいよね、ボーンとか言ってこれね、その気持ちがですねいいんですよ。いける？いけます、いけます。私向いてると思うわ。向いてると思いますよ。誰かが顔ね映ってるかもしれないですけども、毎週ターゲットがいてね、はい、あいつみたいなね。ウケる。ブツじゃないよね、はい、でもあれブツって表現違うよね。殴る、殴る ね、 ね、そうね、はい、失礼しました。でも、まあ、最後にですね、僕もこういう環境になっていて、うん、実は一つ目標があって、うん、いつかリングに立とうと、近い将来、私ゴングの係してあげる。あ、ゴングのアナウンサーじゃなくてですね、ゴングの係がいい。でこれなんでリングに立とうかなと思ったのは、もちろん目標とかもそうなんですけど、これからこのね後半に出てくる BB プロジェクトの大人の未来もそうなんですけど、うん、やっぱりねおっさんかっこいいぞっていうのをね、うん、なんかこう今の若い人とか、うん、若い20代でね会社に入ってそこじゃなかったかもしれないって思ってる人たちに、うん、大人って楽しいよっていうのを僕が多分体現できるのってこういうことなのかなっていうのを少し思ってるんですよ、うん、ずっと。なるほど。なんかこうチャレンジすることに楽しいよね、僕33からだけどボクシングやったけどリング立てるよねっていうことをね、うん、なんか伝えることがねできたらねいいんじゃないかと思っておるわけですよ。かっこいい、はい、もうぜひ応援しちゃうから頑張って。絶賛トランクスのところにスポンサーあの募集中しますのでね。その時はね大きくやって、ね、うん、ウーさんとか入れてお尻に、ね、いいですね。なんかねこういうのもね妄想してるのが結局大人の未来じゃないですけど、うん、楽しい時代なんだなって。そうだよね、楽しみ方いろいろよね、本当にね。そうなんですよ、できるとこから始めようと頑張って、はいはい、リングネームはほらあの狼がきっと考えてくれる、ね、そうですね。ぜひみんなで頑張ろう、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、新次号でした。いや本当にね大人って楽しいんだよね、えどう生きようかどう楽しもうかって結構自分次第だったりするんでね、そんな大人がたくさん増えたらいいと思います。はい、続きましてコンシェルジュさんどうぞ。はい、ジュニアスポーツオリエンタイゼロスポーツコミュニケーション森谷智之です。はい、はい、無駄にいい声です、はい、最近言ってなかったねっ、自分から前なんかどっかの場面で言ったな。そう、まあね今ボクシングっていう話来て、はい、でちょっと今スポーツ界っていろんなことが賑わってますよね、うんうんうん、なんとか判定とか、うん、そうだね、暴力とかパワハラあったね。でこれって実は、うん、少年スポーツの中でも、うん、ないことはないあららっていうのをちょっと皆さん、まあ、認知してもらいたいなっていう部分なんですね、うん、でそれってすごく難しいんですよ、うん、親御さんからしてみたらコーチに預けてるっていう感覚あるじゃないですか。でそれはもう言うことなんだから黙って見てる、でも待てよと、うん、それが大人の世界だとどうかなっていうふうに置き換えてみると、うん、あおかしいなっていうのが分かると思うんですね。でちょうど体操の例の件で、はい、パワハラ問題で関西の方の、うん、台風が来た関西の方の野球チームの映像がテレビで流れてたんですよ。めちゃくちゃでしたね、本当私すごかったです。あそう、もう明らかダメでしょって感じ、はい、もう100%アウトです。あ本当、うん、でまあどうしてもねそういうチームに入ってしまうと、うん、それが普通の感覚、うん、分かんなくなっちゃうんだよね。で、でまたそういうチームが強かったりするんですよやっぱり。そうだからさっきのさどうちゃんの話じゃない、売り上げ上げてりゃいいんだろうとかさ、そう勝ってりゃいいんだろうとかね、うん、そういうロジックになっちゃうのね。そうなっちゃうんですよね、うん、だから強いチームはいいチームとは 100% 限らない、うん、もちろんいいチームいっぱいありますよ、うん、いいチームでなおかつ強いっていう、ただちょっと方向性が違うとかあったらちょっと一回ワンクッション誰かに相談するとか ね、うん、そうだね、そういうことが必要かもしれないです ね、 でじゃあいいチームと悪いチームってどうやって見分けようっていう世界があるじゃないですか、うんうん、でそれって実は対外試合ですね、うん、よそと試合するじゃないですか、はいはい、でそういう時に意外と分かったりします。どんなところで正直、まあ、サッカーの世界でいうと、はい、ベンチから、うん、まあ、コーチとか監督が中のプレイヤーに対してどういう声かけてるか。いるね、そういえば怒鳴り飛ばしてる人とか、うん、いるいるいるすごいですよ。あ、うん、そうか。で僕なんかあれ指示じゃないよね。じゃないですよ、ね、
指示という、まあまあまあ日本語で的に言うと指示って言葉でまとまっちゃうんですけど、本当あれ恫喝です。そうだよね、うん、恫喝もしくは自分の駒のように動かすがための声がけなので、あの子供の判断がないんですよね。うん、萎縮するわ。そしてあんな言い方されたら、うん、だから結局ほらバレーボールの世界だとレシーバーがレシーブしてセッターに対して上げる前にレフトとかライトってベンチから騒いじゃうみたいな。やりにくい、うん、ですよね。それと一緒なんですよ、コートにやらせろって思う、ね、そう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 なんですよ。だそこで判断を奪っちゃってるなっていうのがあるので成長の機会をまた奪うってことだね。そう、だそういうのをちょっと多いなと思ったら、相手のチームとのベンチと見比べてみる。だから相対比較あの大事だよね、うん、自分のところのことしかやっぱり分かんなくなっちゃうことが多いから、やっぱり比較あのいろんなとこ見てみるっていう、ね、そうなんですよ。大事大事、でちなみに僕のやってることは、はい、そっちのベンチがすごい声出すわけですよね。そうするとベンチにいる子たちに今からあんな感じでやっていいとかね聞くんですよなんていう子供たち。そうするとね、やだ怖いって言われますね。そうだよね、うん、やっぱりそういうふうに外から見て思っちゃう、うん、思われちゃうっていうのはね、うん、チームにとってマイナスですね。そうだね、その子にも届かないし、うん、周り聞いた周りの人も不快に思うよね、うん、やっぱりね、それをね。いやもうね、本当怖いですよね、うん、大人の僕らが聞いててもうわって思いますよね、聞きますもん、ね、うん、でもう一つ僕がやることは、うん、相手のチームがそう来たら、うん、あのさらにいつもより指導が丁寧になる。なるほどね、声のかけ方変えるんですよ。なるほど、うん、だからああじゃないんだよっていうのをわざとやるっていう。子供たちも気がつくね、気づきますね。そうね、うん、だそうすると、うん、あの同じ波長のチームだとお互い子供やっても楽しいし、うん、コーチ同士も楽しいんですけど、うん、あのそういうちょっと波長の違うチームとやった時にあの多分ね、気づいてる子は気づいてます、うん、ただやっぱりね、親の意識と子どもの意識ってどうしてもリンクするところがあるので、うん、まあ、チームに残る場合が多いですね。うん、あの体操と違ってサッカーは移籍の自由があるので、うんうんうん、基本的にはそうね、あのだからもう思い切って一回ちょっと出てみるとか、ちょっと違うところに行ってみるっていうのはありかもしれないですね。いや、いいと思います、うん、ね、まあ、いろいろあの子どものために見てあげてください、ね、はい、以上でございます。大人はちゃんとしないとね、本当に頑張らなくっちゃ、ね、はい、はい、ありがとうございました。モリリンでした。はい、今日もコンシェルジュの皆さんありがとうございました。いろいろ勉強させていただきました。さあ本日はね、あ、ただいま絶賛クリスタルのチャリティーフェスティバル宣伝してますけれども、そちらのテーマソング未来のバトンお届けいたします。ゼロになって生まれる命、例えばそれは水たまりの小さな虹、枯れた枝に咲いた花、青い空を流れる雲、頑張れない時は誰かの力借りたらいい。何かが終わって何かが始まる、歩きながら一緒に考えよう、少し笑って一歩前へ、少しだけゆっくり進めばいい。心で思えば何度でも届く元気のバトン、勇気のバトン。少し先に見える愛。